すげえ。見慣れない機械がいっぱいあるぜ。あれは？ソウルトレーダー。労働の対価として分配される点数を魂資源と交換するための設備だよ。勤勉に働けば予備の魂という安寧が得られる。だいぶ昔からある仕組みでね、アレクサンドリア人にとっては日常なんだけど、外から来た君たちにとってはやっぱり理解しにくい制度だよね。理解できねえし、正直嫌な気分にしかならねえ。ただどんな文化にも始まりがあって、そこに至った理由が、思いがあるはずだ。だから頭ごなしに否定はしないし、判断するためにももっとよく知りたいと思ってる。よければここに至るまでの歴史を教えてくれねえか？じゃあ、少し長くなるけど、昔話をするね。はるか昔、一説によると1000年以上も前から、私たちの世界では雷属性の力が少しずつ高まっていたの。ある遺跡で発見された穀物の管理記録によるとね、800年くらい前まで激しい雷雨を伴う雨季は1年に3ヶ月だったそうなんだけど、その後およそ400年が経った頃には、年の半分くらい雨季が続くのが当たり前になっていたみたい。少しずつ少しずつ雷雲が空を覆う時間が伸びて、作物の育ちは悪くなる一方、草をはむ家畜たちも痩せ細っていく。でもそんな状況を覆す宝が見つかった。それがエレクトロープだよ。この町を作っている素材だったよな。ある時、落雷で発生した山火事の跡を見に行った村人が、不思議な黒い鉱石を発見した。それが全ての始まり。その鉱石には雷属性の力をため込み、別の属性に変換したり放出したりする性質があると分かったの。以来、忌々しい雷雲は大きな恵みとなった。エレクトロープと名付けられたそれを利用して、さまざまな技術が開発されたことで、民の生活は大きく改善した。エレクトロープは瞬く間に発展の必需品になっちゃったんだ。当時は大した産出量もなかったのにね。自国の領土から取れる量が少なければ、当然他国から奪うしかない。そうして争いが起きたの。いつしかエレクトロープは他国を侵略する兵器にも転用され始め、その兵器を守る防備にも使われるようになった。ますますエレクトロープは足りなくなり、奪い合いが加速する。こうして世界は
来航大戦と呼ばれる戦争に突入したの。その末期のこと、アレクサンドリアの隣国リンドブルムがかき集めたエレクトロープを投じて最終兵器を作り出した。それが前線に投じられ、大災害が引き起こされたんだ。リンドブルム側の予想さえもはるかに凌駕する雷の力が大陸全土を飲み込んで滅ぼした。それで今の環境になっちまったんだな。やっぱり君は私が知らないことを知ってるんだね。興味あるな。君のこともいつか教えてね。話を続けるね。当時のアレクサンドリアの人々はそうして戦争と大災害に平和を奪われたんだ。かろうじて生き残った人たちも心に深い傷を負っていた。大切な人を亡くした時の思い出に誰もが嘆き苦しんでいた。だから技術者たちは探したんだ。エレクトロープを駆使して魂と記憶の保存方法を。肉体が失われても命は終わりじゃない。記憶が残り続ける限り命は永遠に失われることはない。長い間私たちの心の傷を癒し続けてきたこの教えが今もみんなの心の拠り所になっているんだ。そんなことがあったなんて。スフェーン様、助けてくれよ。どうしたの？俺、もう予備の魂がねえんだよ。なのに奴ら、交換してくれねえ。スフェーン様の力でどうにかしてくれよ。申し訳ありません、スフェーン様。この者はろくに労働もせず、トゥルービューで叫びたりの日々を送っておりまして。魂を交換できないのは、単に怠けてきたからなんですよ。うるせえな。俺はもともとアルカディアの闘士だったんだよ。なのにここ最近は武王の命令だとかで試合もさせてもらえねえから。そっか、あの闘技場で勇敢に戦ってたんだね。でもごめんね、君だけを特別扱いするわけにはいかないんだ。だったら試合を再開させてくれよ。ごめん、それも私にはできないんだ。軍事利用できる魔物の魂を娯楽で消費させたくないってゾラージャ王が。ちなんだよこの役立たずの名ばかり王め。おいお前、スフェン様になんてことを言うんだ。いいの、気にしないで。私はこんなことで傷つかないし、この子を嫌いになったりもしないよ。あのね、よく聞いて。
魂はあげられないけど、私は君に生きてほしいの。この国で暮らすみんなのことを等しく大切に、家族のように愛しているから。だから自暴自棄になったりしないで。どんなに小さくてもいいから幸せを見つけてほしい。君に笑顔でいてほしいんだ。八つ当たりしたくなったり、愚痴を吐きたくなるときは誰にだってある。そのときは私が話し相手になるからね。わかったよ。ソリューション9にいれば安全だし、予備の魂がなくたって今すぐ死ぬわけじゃないしな。ひどいこと言って悪かった。気が向いたらちゃんと働くんだぞ。変なとこ見せちゃってごめんね。場所を移そうか。これで一通りの主要施設は回ったかな。私の案内はこれでおしまい。なあ、さっきみたいなことはよくあるのか。まあね、でも仕方ないよ。生きていれば苦しいことはあるからさ。魂資源の管理は長い間この国を支えてきた制度だけど、弊害もあってね。さっきの人みたいに予備の魂が尽きると、恐怖や不安で過敏に反応しちゃうことがあるんだよ。それに出生率の低下を引き起こしてる可能性があるって。もしもの話だけどよ、廃止したりできねえのか。できないよ。まあ、馴染んだ文化を変えることが簡単じゃねえのはわかる。総決の教えの時だって相当求める理由があったしな。だけど私らがゾラージャを倒したら自分で物事を決められるようになるんだろ。そしたら融合した土地を元に戻す方法も含めて一緒に考えていこうぜ、スフェン。二人とも、あのね、実は私。どうした？あ、うん、なんでもないや。ごめん、いろいろ連れ回しちゃったけど、そろそろ行かなきゃ。うん、案内ありがとな。私らも仲間と合流するぜ。おかげでこの国のことを知れたし、お前のこともようやく少しだけ分かってきた気がする。知りたいことは尽きねえが、今は何よりゾラージャを倒すことが先決だ。全部片付いたらトライオラのことも紹介させてくれよな。うん、楽しみにしてるね。
やっぱり私にはもうこの道を進むしかないんだ。ごめんね、ラマチ。その約束は守れそうにないよ。
来た来た。私たちもついさっき来たところよ。こりゃまたすげえな。ここが私たちオブリビオンの本拠地、通称バックルームさ。酒場の裏口に秘密結社のアジトだなんて、なんだか石の家みたいね。ここにいるメンバーは主にエレクトロープの扱いに長けたクリエイターやアダプターたち。それぞれが得意技を生かして各地で活動するメンバーたちを支援してくれているんだよ。ゲノルト、シェル、軽く説明してくれるかい？そうだな、物資調達も俺たちの大きな役割だが、武器や防具の製造なんかも独自の設備を使ってやってるぜ。その他、情報収集も僕たちの役割ですね。エバーキープの複雑な機関システムにハッキング、つまり非正規な手法で接続して解析するわけです。ゾラージャ配下の軍の動きを監視したり、メンバー間の通信をつないだりなんかも僕らの仕事です。中でも最も力を入れているのがプリザベーションについて調べることだね。エレクトロープ技術の根底を編み出したとされる集団のことさ。魂や記憶の管理技術はもちろん、エバーキープの機関システムに塔そのものの設計、つまりはこの国の要を作った天才たちってわけ。彼らの発明の中でも極めつけが、世界をつなぐ力、トラル大陸とアレクサンドリア王国を融合させた技術さ。あんたたちを第一世界に呼んだ召喚術や、アゼムが残した術式もそういう類の力ではある。だが局所的とはいえ、世界統合を成し遂げるような技術はさすがに俺にも想像すら及ばない。ちなみにこのオブリビオンの設立者もプリザベーション出身の夫婦だったそうだよ。世界の融合を阻止するために組織を抜けてこっちを立ち上げたんだって。ちょっと衝撃的すぎて頭が追いつかないわ。ところであなた、面白い耳飾りをしてますね。記録媒体を耳にぶら下げている人なんて初めて見ましたよ。あれ、その顔は自覚なかったんですね。実はバックルームに機械兵が入り込まないように廊下であなた方をスキャンさせてもらってたんです。で、あなたからエレクトロープの反応があった。偽装されてますけど、それエレクトロープの記録媒体ですよ。一体どこの店で買ったんです？これは買ったものじゃなく、ある人から受け継いだもので。遺跡の奥深くにあるエレクトロープ製の扉から人が現れて、赤ん坊だったあなたと耳飾りを託した。何か心当たりがあるんですか？あのね、クルルちゃん、さっき話したオブリビオンの設立者のことなんだけど、ミララ族の夫婦だったって言われてるんだよ。
彼らとクルルちゃんの両親が同一人物ないし近しい立場にあった可能性がある。なぜなら世界をつなぐ力を研究していた張本人であり、かつプリザベーションの裏切り者として追われる立場にあったからね。追っ手が迫る中、娘を別の世界に逃がしたという推論はありえなくはないと思うんだ。それって私の両親がオブリビオンの設立者ってことですか？あの、その人たちのこともっと教えてください。どんな些細な情報でも構いません。それが名前すらも記録に残ってなくてね。組織を裏切ったということだから、追跡から逃れるために情報を抹消したのかもしれない。力になれなくて悪いね。私たちがこれまでに収集したデータでよければ提供してあげられるけど、どうする？お願いします。マルデシオン委員会としても私個人としてもできる限りの情報を集めたいんです。俺にも閲覧させてほしい。この一連の事件に世界をつなぐ力が関わっているなら、力になれることがあるかもしれない。うん、わかった。バックルームにあるデータは好きに閲覧していいよ。ありがとうございます。じゃあ僕も耳飾りに記録されたデータを調べておきますよ。創設者が残した記録媒体となると俄然興味が湧きました。じゃあその調査はラハたちに任せるとして、私たちにできることはない？ゾラージャの動きはまだないようだからね。ならアリゼ、ちょっと付き合ってくれねえか？決戦に備えて確認したい動きがあるんだ。もちろん、いいわよ。うわー！俺、また失敗した！うるさいな。目を合わせない方がいいですよ。なあ、そこの、どっちかでいいから、ちょっと頼まれてくんねえか。そうだ、シェールさんに聞きたいことがあるんだった。なあ、聞きたかったんだが、あの子供のマムージャ、ひょっとして？ああ、おそらくゾラージャの子だろう。やっぱりか。でも、なんだってこんな場所にいるんだ？実を言うと、あの子は捨て子でね。数年前に下の廃棄場に捨てられてたのを私たちの仲間が見つけてきたのさ。血を分けた子供まで捨てるのかよ。本当のところはわからないんだけどね。両親が誰で、どんな経緯で生まれ捨て置かれたのか。ただ青いフビゴ族なんてゾラージャ王以外いないじゃない。だからみんな武王の子だと思ってるし、あの子自身もそう理解してるみたいだね。もっとも物心つく前に捨てられてたもんだから、父親はもちろん母親の記憶もないみたいでさ、不憫たらないよ。
あの子供の名は。グルージャ。私が名付けたのさ。偉大なグルージャジャのような真のある人に育ってほしい。そんな願いを込めてね。いい名前じゃねえか。あの子にはちょっと不思議なところがあってね。最初は私たちが引き取って育てようとしたけど、数日一緒に暮らしてようやく慣れてきたと思ったら、ふらりと姿を消しちまったんだ。オブリビオンの仲間と何日も探し回ってようやく見つけたのはエバーキープの外。外って魔物がうろつく危険地帯だぞ。それがどんな魔物もあの子を襲おうとしないんだよ。あの危険なサンダーヤードをまるで散歩でもするかのように平然と歩いていたくらいさ。しかも調べてみたら、アウトスカーツの住人たちから食べ物を恵んでもらって一人で生活してたみたいなんだ。その後も何度かバックルームに連れ戻したんだけど、やっぱり数日経つとフラッと消えちまう。いろいろな人に助けられながらもあの子は自由に生きてるのさ。そんなわけで最終的にグルージャとは適度な距離感を保つことにしたってわけ。もちろん必要に応じて生活を助けてやりながらね。グルージャがゾラージャの息子なら私にとっても他人じゃねえ。もし本人が望むのなら、親父が私にしてくれたみたいに引き取って守ってやりたいとも思う。ただわからねえんだ、ゾラージャを倒そうとしてる私がそういうことを聞いていいのかって。誰か今走っていったぞ。あ、まずいかも。グルージャですね。もしかして今の話を聞いてたのか。悪い、私のせいだ。足止めするようには頼んでおいたんだけど、配慮が足りなかったよ。探しに行ってくる。聞かれてたならなおさら私が向き合わねえと。待って、ラマチ。気持ちはわかるけど、手分けして探した方が早いわ。カフキワさん、行き先に心当たりは？ソリューション9にいてくれればいいが、ヘリテージファウンドに出た可能性も。あの子はどこにでも行っちまうからね。それじゃあ俺とおふくろは町の中を調べて回ろう。外は戦えるオタクらに任せていいか？もちろんだ。残りの3人でヘリテージファウンドを探してくる。
グルージャのやつ、こんなところまで来てたのか。とにかく無事でよかったぜ。ここに何かあるのかしら。あの子たちの世話をしに来てたのね。グルー、動くな。機械兵、グルーじゃ逃げて。お前たち何者だ。グルージャの知り合いか。私はウクラマトだ。グルージャと話をするために来た。ほう、
驚かせて悪かったな。私はお前のことをもっと知りたくて、それから私のことも知ってほしくて来たんだ。この者たちを排除するか、それとも話をしてみるか。さっき父さんを倒すって言ってた。よし、ならば私がこの者たちを倒そう。僕も知りたい。分かった。お前がそうしたいならそうするがいい。いっぱい話そうな、グルージャ。その前にまずは教えてほしいんだけどよ、この古そうな機械兵とはどういう関係なんだ。古そうなのではない、古いのだ。何せもうかれこれ380年はこの姿だからな。この姿。オーティスは悪いやつじゃないよ。お腹が空いて悲しくなっていた時に僕を助けてくれたんだ。それから話すうちに仲良しになった。美味しいご飯を作ってくれたり、言葉を教えてくれたり。それから魔物に気づかれない距離も教えてくれたよ。ごめん、ちょっと待って。美味しいご飯ってこの古い機械兵が？それに魔物に関する知識まで。こいつ何者なんだ。おっと失敬、申し遅れた。我が名はオーティス・ベロナ。アレクサンドリア王国騎士団にて団長を務める者だ。騎士団長。機械なのに？したいと言いながら、この私にも興味津々の様子だな。昔話をするのもやぶさかではないが、ひとまず今は飯にしようではないか。飯か。できればバックルームで話したいところだが。ごめんね、僕もお腹空いちゃった。よっしゃ、飯にしようぜ。武王様も甥っ子には弱いのね。とりあえずエレンビルには連絡しておくわ。グルージャのこと心配してるだろうし。私がとっておきの飯を作ってやろう。お主らにも手伝ってもらうかな。
オタク、もしかしてナーヘか。お前はエレネッシパじゃねえか。ずいぶん久しぶりだな。この30年どこにいたんだよ。あ、もしかしてあれか、噂になってる外から来たスフェーン様のお客ってお前か。まあな。それよりお袋がどこにいるか知ってるか。お前のお袋さん、すまん、どんな人だっけ。どんなって、知ってるだろう、カフキワだ。好奇心が旺盛すぎて連王の旅にもついていったやつだ。記憶にねえな。冗談はよせ、そんなわけないだろ、あんなに小さい村だったんだぞ。本当に知らないんだ、お前のおふくろ誰だっけ。おい、他にも同郷の奴はいるか。おい、キワはどこにいる。何をいきなり。カフキワって誰のこと。嘘だろ、なんで。亡くなった人の記憶は回収される。まさか。エレネシパ、今どこよ。アリゼちゃんたちがバックルームに戻ってくるってさ。あんたもそろそろ戻ってきな。おーい、聞いてる？エレネシパ、hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.